はい、今日はありがとうございました。改めまして北村亮です。今日は呼んでくださりありがとうございます。小平くん、すごい個人的にはですね、あの百鬼夜行高等学校のドラマではご一緒にはね、同じタイミングにはならなかったですけど、舞台で少しだけご一緒させてもらったその短い間で、僕はとっても小平くんのことが好きになりました。明るくて、優しくてですね、なんだろう、周りにこうすごい気を配れる人だなっていうのをすごい、なんか短い時間だったんですけど、すごい感じて、あ、なんかこの人は周りを幸せにする人だなみたいなのを感じたので、なんか今日こうやって声をかけてもらえて、僕は本当に嬉しかったです。もう2つ返事でやります、はいっつって、あの来ました。なので今日のこの撮影ね、実際小平くんにも写真を撮ってもらいつつ対談もできて、とっても楽しい時間でした。またどこかでご一緒できたらよろしくお願いします。ありがとうございました。